そう、フリーダムに戻ってきたんだったね。ところで俺今金いくら ?4600 か。もうちょっとだな。金稼がないとな。あ、そうだ。フリーダム発展してるからフリーダムの家見てくって話だったんだっけ。まあ、その前にニアレイク行ってさ。何ブリキ君たちね、何かが手に入るようまでにしといて。ブリキが、ブリキを手に入れな、ブリキ手に入れて、みたいなさ。そこまで行っちゃうともうネタバレ。おー、これね。これ、単独でしかないオブジェクトだったから、なんだと思ってて。ブリキの板なんて何に使うんですか？え？ブリキねー。左端から。お、キッズガーデンが超良くなってる。ご本いっぱい買ってくれたんだ。これ読んであたいもビルニーちゃんみたいに飛行機作るの。いいことだ。町のみんなが優しくなったよ。大人ってよくわかんないね。評価が高まったってこと？ヘルル兄ちゃんはね、テラノ兄ちゃんといると面白そうだから後を追ってみる。あ、なんだ、すげえな。テレビ大好き、大好き、大ーい。ペルルさ、スケボーで海渡ってる？もしかして。あ、テレビ好きなんだ。猫ちゃん。船に乗ってきたのかな、普通に。あ、ジャンプしてる子がいる。懐かしい、なんか。ペル兄ちゃんみたいにパフォーマンスするんだ。上手に飛べるでしょ？え？なんかダブって見える。クリスタルホルム。ホボさんとしてここに来たんだけど、もうみんなやんちゃで大変なのよ。でも元気な証拠ね。よかったね、なんかホボさんまで雇えるようになって。ウィルとペルルが頑張ってくれてるおかげだな。うん。良きこと良きこと。素直で可愛い子たちばかりでね。お、変わったね、なんか。え、評価どんな感じだったっけ？前あのおばちゃん何言ってたっけ？あ、エディの家に女子か、お前は。エディ先生は元気、電気だけでなく、いろんなものを研究中です。私たちはそのお手伝いをさせていただいてるんです。お、青い女。なんだお前。2階にいると。ここのところ実験が続いたんで、お疲れなんでしょうね。でも、100% だからな。これ以上発展しないだろうから。僕は怖くなる時がある。電気の光はこんなにも人の生活を変えてしまった。同時にろうそくの火のような温かいものも人の心から奪ってしまったのかもしれない。その心配が取り苦し苦労であればいいんだけど。だが、その技術力は戦争に使われることになったのであった。ダイナマイトとかね。そういう発明もね。ノーベルがなんたらとかね。最近この、街に自分の才能を成功に変えたいと思ってる人が集まってきてるわ。でもね、大切なのは才能と努力よね。努力も必要だよね。いいコメントありがとう。あ、ベルだベルだ。あ、交換手さんたちじゃない。いろんなところから電話の注文が来るようになったんだ。毎日が充実しているよ。別に交換手とか言うわけじゃない。誰かの声を聞かずには生きていけないのかもしれないね。はぁ。便利な世の中になっちゃってなんだか怖い気がしますね。まあまあまあ。まあそうは言うけどね。いや、いいことやと思うよ。この二つのおかげで他の町の情報も入りやすくなりました。いや、この時代に生まれてよかったよ、ほんと。いろいろ便利なものがあって。楽しいし。はじめまして、あんたのことはベルから聞いてますわ。あら、あの人何も言わなかった？私、ベルの恋人なんです。遠距離恋愛だったんですけど、ベルの作った電話のおかげでちっとも寂しくなかったわ。おかげさめで私たち、うふふ。もう一度聞いてみようか。たとえ離れた土地にいても声が聞こえるということはとても力になるわね。よかった、2回聞いて。よかったなぁ。優しそうな奥さんでよかったね。っていうか、あのヒゲの人がベルだったんだね。もう同じグラフィックだからもう一般人なのか助手なのかわからんわ。はい。毎日テレビばかり見て、家のことを何もしやしに。おいおいおい。おいば、母ちゃん。テレビがいろんなことを教えてくれる便利な世の中になったね。うん、あれこれ飲んでた飲んだくれ違うか。あそこ、あの街は違う街だったっけ。ストマック。あー、こんな人いましたね。なんですかそれは。うまいもんですか。
うまいもんイベントなんかあったかな。イワシかな。それぐらいだよね、多分。それ以外なんも。ハンバーガーは持ってこれないからね、なんか。おしゃれセンス。何かと苦労の多い教育この俺です。何の話？あ、君たちじゃないか。これもサムネね。はい。前サムネやったよ。あ、胸揉んでる。ダメよ。おしゃれなのよ。ねえ。もう多分同じだな、みんな。はい。胸揉んでるとか言っちゃった。まあよ。あ、中国っぽ。サクセスストーリーがたくさん転がっているある。私もあやかりたくて来たある。そのうち大きな料理店でも出せればいいやるね。なんでこんな中国人は幼女ばっかりなんじゃ。長いことパブをやってきたがもうやめたわい。チャラチャラした若いもん相手するのはわしごめんじゃ。ありゃ。ちょっと待って。本当に？そうか。なんかちょっと悲しいな。あとはもう話聞いたね。あれパブ？なあ、違うパブがあるの？じゃあこの人違う人？母ちゃんの酒を見ながら酒が飲めるなんて、涙が止まんねえよ。母ちゃん？母ちゃん？え？母ちゃんが始めたってこと？ここのマスターが店を辞めるって言うんで、私が後を引き継いだのさ。これでうちの宿録が飲んだくれないように見張れるってもんさ。まあ、それはそれでいいね。あのお酒美味しかったわ。うん。平和になったと言えるのだろうか。発展した感じは別にないけどな。酒屋の主人が、バーの主人が変わっただけで。運が上がる武器や防具ってクリティカルヒットが出やすくなったり、魔法が強くなったり、いろんな効果があるんだって。はあ、やっぱり運はそういうあれなのね。何曲も行きたいけど。ニュージーランドだ。ニュージーランドこんなに、岩礁がいっぱい突き出てる感じなんですかね。あ、オーストラリア来た。やった。なんだろう。あ、サンコースとここも取って。あ、コアラがいる。ちょっと待って、体当たりして落とすことできないかな。ダメか。まあいいや。サンコーストね。お、村の観光地かなんてごめんだぞ。そうなったら村から出て行ってやる。観光地化していくか。亀がいるぞ。え、何の音今。ポインってなってる。気のせいか。まあいいや。サンコースト。なんだこれ、ギフトショップみたいなのもある。ここはいいところだろう。あまりよそから人が来ないから静かだしね。村の偉い人たちはこの村にもっと人を呼ぼうと考えてるみたいだけどね。いやーこれ、わかった。写真でツーリストに広まくればいいんだ。いや、なんだこれ。コーラとか売ってるぞ。ギフト。微妙。あ、タバコ吸ってる。全然ないな、足の揃いな。ちょっと来るの遅かったかな。いや、まあでもいいけど。時間関係ない方がいい。時間関係ない。エアーズロック。そこに学者がいて、そこで地球の終わりを見届ける。とか言ってたんだ。世界はこんなにも平和なのに変な人がいるもんだよね。お前の中では平和だと思ってるかもしれないが、実は悪が動いているんだよ。ヤシの実ジュース。お、飲みましょう。うまい。ヤシの実ジュース飲みたいな。俺昔さ、グアムに行ってさ、そういうなんか果物食べるぞーみたいなさ、のがあったんだけどさ、思いっきりクラゲに刺されてさ、できなかったんだよね。どんどんじゃあ、カメラ紹介していこう。なんか、少年の船みたいなのでさ、小学生から中学生ぐらいの人たちがさ、いっぱい少年が集まってさ、少年が集まってってなんかやだな。少年少女が集まってさ、グアムに行くみたいなさ、やつに参加してさ、海外旅行一回で、俺人生で一回しかしたことないんだけど、グアムに行ったんだよ。なんかやってんだ俺。思いっきりさ、クラゲっていうのが、刺す生き物だっていうの知らなくてさ、あ、クラゲがいる！クラゲだーって手に取っちゃったっていう、超痛かった。めっちゃ刺されてさ、医務室連れてかれたんだよね。シーフードバイキングです。15ジェム安っ食べまくろうぜ。これ、別に払わなくても食えたんじゃね。おお、全部食っちゃうもんね、シーハウス。カニ魚カニロブスターすごい甲殻類の。あ、でもこれ食えねえんだよ。食べ放題やろ。どうぞ好きなだけお食べください。絶対潰れんよ、この店。アホみたいな商売しやがって。お、村の種なんだあれ。あれこそ、体当たりじゃないか。でもなんか、カランカランカランって動くアニメーションがないような気がするんだよな、このゲーム。今までなかったよね。ダメだ。オラが村に人が来ないのはやっぱり島国だからだと思うんだ。もっと便利な土地ならな。オラが村にはいいものがたくさんあるんだ。食べ物はうまいし、コラは可愛い。だがあんまり人が集まってこない。これは何が悪いだかな。オラが村の良さを全世界にアピールしようと毎日会議。俺が写真で広げようと思うんだけど。空を一飛びする乗り物があるそうだ。オラが村にもあればな。あ
ああ、なるほど。そこら辺広めればプライムブルーをくれるってことか。コーラが上に乗ってるぞ。男ども朝から晩まで何を話してるんだかね。私はこの静かな村によその人がたくさん来るなんてごめんだと思うけどね。これこそさ、あれなんじゃないの。あんまり広めないようにした方がいいとか。ちょっとコメントもう一回見直さないとな。俺がどこでも広めちゃっていいのかなって言った時のコメントちゃんと見たったっけ。入れんのかな。あ、いけるんだけど。これエアーズロックなの。ずいぶん頭とんがった山だったけど。ん？え、なんもないわ。なんじゃそりゃ。アイテムが一つでもあれば、あ、アイテム回収、あ、ポイントなんだなってわかるけどね。なにこれ。右なのか左なのか、どっちが外れなのか。長っ。なにこれ。断崖絶壁すぎるでしょ、ここ。あー、ミスった。これなんなんやー。これいる？長いよ。何考えてんの。命の薬。128ジェム。そんな大したことない。これ南極でいいの？南と北繋がってそうだから。北極の可能性。あ、なんだこれ。雪がない。お、何らかの宝が眠っている可能性。お、ここジャンプかな。ほい。来ました。よし。また薬系か。おー、いいねー。え？マーメイドベイル？置く場所がない。あ、上がる？嘘。人魚の鱗。これ、雷に強いと。一応、こっち装備しとくか。あ、入れる、入れる。お、いいね。南極、結構船でも入れるぞ。南極にこんな乾いた大地があるなんて。おや？墓石が並んでるみたいだ。なんでこんな最果ての地に。ん？なんか読めるのある？え？ちょ、怖いな。え？怖っ。なんだこれ。何かの祭壇みたい。見れる。墓はないかね。そして光と闇の集うとき再び目覚めん。え、ここだけ？おい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 、なかなか見つけづらいんじゃないのこれ。もうないかな。まあいっか。ちょっとこれ難しいな。全部。ちょっと、なんか惜しいかもしれんからコメントで。それほぼもう攻略書いてって言ってるようなもんじゃないか。俺以外になんか見れるのあったのかな？ちょっとさ、明日投稿予定だからさ、急がんといけないから、カットしなきゃいけなそうなところはさ、こうガンガンこう、飛ばして。うん。取れ高優先で行ってます。あ、インドネシア。付近。ほう！命。あ、幸運の薬。で、魔法とクリティカル率だっけ？一撃の槍かっこいいな、モーション。うわー来たーやったこれで、金貯まったな。来たで。取り替えに来たで。おっす、おっちゃん。買い手やで。5000円ドン金は払う。お優しいね。まあ、こっちは金さえもらえばどうしようと構わねえよ。じゃあこいつは後で檻から出して逃がしておいてやるよ。俺がローストチキンとして食うっつってんだろ。違うわ。違う。サンクチャル来たよ。あ、でもどうせ喋れねえんだよな。そこな。あ、プライムブルーだ。ありがとう。そういうことね。え、5000で5000ジェムでプライムブルー1個ってこと。あ、喋っとるやんけお前。なんでお前は喋るんじゃ。ダメだよ、それ。設定を大事にしろ、お前。どこだっけ？あのさ、春の風を運んでくれたさ、洞窟？結局あれ何だったのかっていうのまだ分かってないよね。まあ、いいか、とりあえず行ってみよう。やばいかな。あー、結構編集しなきゃいけないな、これ。明日休もう。しょうがない。明日更新休もう。31日連続投稿したけど。いやー、でもなー。しょ
正直一日でも遅らせたくないんだよな、終わるの、完結するのを終わらせたくないっていうか。いや、ちょっと気合い入れていこう。気合い入れよう、頑張ろう。よし、寝ようときよ。渡りでポイントも返ってきた。さて、寝ようときはどうなってる？変わってねえな。変わってねえかな。あれ？変わってねえか。変わってねえな、多分。ダメだ。これ特に変わってない。あ、でも写真撮らなきゃ。そうだそうだ。あ、まさこ？何これ？いや、これはどうも、いつもお世話になってます。それじゃどうも。おい。知り合いじゃねえじゃん、お前とは。キャバレーまさこ。あーな、かわいい坊やちゃん。でもここに来るにはちょっと若すぎるわね。大人になったらまた来てね。まさこと坊やの約束。ふっ。お前と相手にするか。ボケが。この店って今流行りのあれなんだってさ。入ってみようかな。今流行りの？つか、警察の横でやんの？警察じゃないのか、こいつ。法律で禁止されている猛獣を飼ってるらしいの。でも証拠がつかめないの。坊やも何か分かったら警察に通報してね。坊やって言われるけど。20いくつのつもりだったけど、そんなことないのね。断っておくが、わしは猛獣のライオンなんか飼ってねえからな。はぁ、猛獣のライオン？何ですか、それ。え？何か、ライムと関係が？ピーポロポペポー、ピーポロポペポーペロポポ、ピーポロポロポポリポポ。あ、っていうかこれ船で来れんじゃん。なんだよ、別に意味ねえな。あー、でもそうだ、渡り鳥だ。渡り鳥じゃないとあそこへ行けないんだ。こと、陸のことっていうか、あの、春を運んできてくれた。あ、ムー大陸だ！ここに？ってか、小さ！大陸じゃねえよ、こんな。これやっとかないとこれ見つからなかったんだ、じゃあ。チャラリララー。何もないけど。二つ。はぁ、守りの薬はまあ普通にいいけど。はぁ！演武の槍、一撃の槍まだ使ってないんだけど、ちょっと。絶対強いやつでしょ、これ。あ、ちょっと強い。防御力を攻撃力にする槍？は？え？これプラス防御力ってこと？それとも、え、防御力が高くないと弱い。ちょっと一撃のよりもちょっと使ってからだな、これ。忘れそう。アラスカまで来ちゃった。え、ここなんかありそう。なんもないんかい。ここ。敵出てこないだろうからな。渡り鳥ポイント！マジで。話しかけられないと思うけど。どこに飛ぶのこれ。え？どこに飛ばされる？え？サファリア、じゃねえ、なんだ。サンクチュアリー行くのかな？お？なぜオーストラリアに？え？いやいやいや。いらんやろ、この渡り鳥ポイント。船で来れるもの。あ？なんか新しいとこ入った。見つけてしまった。偶然。よっしゃ。せっかく来たからには。さっきの薬も飲まなきゃ。いやー、金手に入るね。ここ2回話しかけないといけなかったらしい。俺がもう、じゃあ売ってくれよーって言ってたけど、売ってくれるらしい。もう一回。はい、いらっしゃいませ。あー、なるほどね。まあ、でも大したものは売ってないみたいだな。わかりやすい。え、なにこれ、クリスタルって。え、あ、鉱石がとかなんとか言ってた、やつがいた。そういえば。なんだっけ、あの店？
もしかしていっぱい必要とかある？ないか。一個だけでいいでしょ。キラキラ光る石よ。譲ってやるよ。お前ぐらいしかいないよ。俺気前がいいんだ。いい人だな。どんどん眠くなってくるな。あ、そうだ。チャージャー。チャージャーじゃねえ。チージャー。チージャーに会いに行こう。すごいスムーズに間違った。チャージャーに会いに行くぞー。アブラムハンサムフー。眠てー。眠てー。チージャーどうなった？眠てー。いかん。消去、あ、君。養子を取られて。は、チージャーならここにはいないよ。あの子の両親とかいう人たちが迎えに来てね。今頃ユンコウの町で幸せに暮らしてるだろうよ。マジか。奥さんは、奥さんっていうかお姉さんは寂しくないんですか？メイリンは外で修行しているそうじゃよ。メイリン、メイリン、どこだ？はっ、こっち行けんのかよ。たまたま入ったわ今。おっす。ここは死者の弔いの場所。この村では人が死ぬと鳥に食べさせるんだ。残酷？とんでもない。人間だって動物の肉を食べるし、植物は生物の死体を栄養にする。生命は全て輪となって回っている。無駄なものなど一つもないのさ。いい考え方だな。はい。お？テレゾー！会いたかったよ！来てくれたんだ！てんてんてんがいいな。僕は今修行してるんだ。僕の力を正しく使うための修行なんだって。正しい修行をして力を持って少しでも寺蔵の役に立てればと思ってさ。嬉しい。何か困ったことがあったら僕がいることを思い出してよね。寺蔵のためならどこへでも飛んでいくからさ。俺もしかしてなんかどうしてもメイリンがいないと積むイベントがあってそのためにここに来るのかな。いやどうかな、勝手に来そうな気もするけど。ユンコでここの、どこだっけ？ここの家だっけ？チージャ。チージャ。元気か？おう、プライムブルーじゃん。チージャと私たちの間にはまだ埋めることのできない隙間があります。でも焦らずゆっくりとこの隙間を埋めていこうと思うのです。あなたには本当に感謝しております。すべて感謝の印に、そこにございます青い石を受け取っていただけます。やいー。よし。お、ありがとう。ありがとうって言ってくれた。チージャと一緒に暮らせる日が来るなんて私にとっては夢のようです。本当に、本当にありがとうございました。パンチ。やったね。うん。メミッツの。フラフラする。今日はこの辺でやめておきましょう。フラフラしてきたよ。もうダメだ。一旦セーフしよう。じゃあ、出れた。うん。全く何も進んでない気がする、今日。こんなもん動画化しても意味はないような気がしてきた。1時間くらい撮ってんだけどね。よし、じゃあ一旦切るか。来、明日こそは、ちょっとストーリーちゃんと進めるように飛行機で探索していきたいと思います。